ですと、これはスタッフを活用した、ライブコマースですね、うん、はい。まあ、弊社も先ほど申し上げたように30ぐらいのレベルがあって、みんなそこには各ディレクターだったりとかバイヤーだったりとか、うん、まあ、そういう中の人がしっかりそこの裏側にはいるわけ でそれでそのレーベルや、まあ、プライベートブランドの世界観を作っていると。でその、シーズンのテーマとかに応じて商品を買い付けをしたり開発をしたりして、店頭に並ぶわけですけれども、やっぱりその裏側を直接本人たちから聞ける場っていうなかなかないんですよね。そうですよね、はい、なので、まあ、そういった時にこういうオンラインの、ライブコマースサービスみたいなものを活用していったりとか、あとは実際次のこのスライドになりますが、まあ、女性のスタッフが真ん中に立っていまして、はい、後ろ側にちょっとハンガーでですね、なんかちょっとコートが何着かかかっているのがまあ見えるんですよね、はい、で、まあ、このスタッフがこう説明をしながらですね、コートを羽織ったりとか、例えば向きをこう回ってみて、もらったりとか、例えばここを今右側のこの部分は女性の足元がちょっと見えてると思うんですけど、はい、この9つの商品をまあ今日ご紹介しますよというものが出てるんですが、これ一個一個タップしていただくと、そのままこのスタッフが、女性のスタッフが喋りながらライブコマースを行いながら EC サイトの商品を購入できると。あ、そのまま購入にまでいけるんですね、はい、このままこの商品どれかをタップすると、このまんまの状態で喋りながら、次の商品のカートのボタンが出てきたりとか、画像がより大きい画像が出てきたりとかですね、まあ、そういう商品の説明がテキスト出てきたりというようなことで、まあ、ライブコマースは裏で走ってますけれども、はいはい、中断することなくですね、このままカートまで入れられると。まあ、ちょっとそういうようなこう工夫を、まあ、自社開発だからこそできるようなこう工夫を重ねて、まあ、これもお客様の買い物利便性を上げると同時に、スタッフが、よりお客様に、自分の思いで、接客ができる、しかもリアルタイムでコメントが返ってくるみたいな、コメントもできるんですか、はい、なのでここは双方向の場なんですよね。はい、ですので、今までは静止画とか動画のコンテンツもございましたけれども、はい、まあ、そういったものはお客様、私たちからの一方通行になってしまうんですね。そうですよね、はい、なのでこのリアルでちゃんと会話ができる、まあ、テキストメッセージですけれども、うん、まあ、そういう双方向性を、まあ、実現できるみたいなものは、徐々にこう進化をさせながらこういうサービスとして、提供してきていると、はい、いうようなところの一つの事例でございます、はい、はい、で、まあ、あと続きまして、このアプリ、スマートフォンのアプリはどのブランドさん、どの会社さんももうやってらっしゃると。で、まあ、弊社は先ほど申し上げたようにスタッフがですね、自分のスタイリングだったりとか自分のブログを書いて、情報発信してるんですけど、その、来店された時に、お客様が自分のスマートフォンで弊社のアプリを、立ち上げていただいて、バーコードをスキャンしていただくとですね、この真ん中の画像のように青いボタンが2つありまして、はい、EC サイトの商品詳細ページでより例えばカラーバリエーションを見ていただくとか、商品説明を読んでいただくこともできるんですが、右側のボタンをタップすると、スタッフの先ほどのスタイリング一覧が出てくると。要はこのバーコードでスキャンした商品だけのものが固まって出てくるので、他の商品が混ざってこないというようなところでは、まあ、お客様がご来店いただいたときに効率的にその商品のいろんな着回しを知ることができるというようなことのために、まあ、こういうちょっと便利になる機能だったりとか、うん、というものを、だいぶ便利だなと、ね、はい、思いますね。こういったところもやはりお客様という人を中心にデジタルを考えていくという発想を結構大事にしていますので、こういう、少しずつ 今までなかったものをこうちょっと、はい、加えていくというようなことでサービスをの優先順位を決めたりですね、はい、行っているという、はい、そういったところを心がけています。